眼鏡アクセサリーリコーーコドでございます今回ご紹介するのは、メガネのリムとかですね、テンプルですね。それにアームをつけるあの、やっとこをちょっとご紹介したと思います。まあ、こういうやっとこっていろんな種類あるんですが、今回ですね、このリムの部分ですね。このリムってこの、ちょうどこの、正面の、このレンズ入るところなんですが、この部分のこの、 このアームを少し変える場合ですね。例えば少しこうドス、あのひ、球面レンズなんか少しカーブの強いレンズですね。まあ簡単に言うと。そういう場合はこれでちょっと角度つけるんですね。少しこう丸みを若干つけてあるんですよ。そういう時にも使えます。そうするとそういうあの、カーブの強いレンズがこのように装着できますので。そういう時とかあとはですね、 あの、ちょっと掛け具合合わすときにも少しこのアームをつける場合なんですね。テンプリズはちょっとこう、顔に合わせてこう丸くつける。そういう場合にも、このヤットクが非常に役に立っております。